オール三菱ライオンズは日本のアメリカンフットボールチームで X リーグ一部に所属する。本拠地は東京都八王子市。三菱グループのアメフトチームのうち2001年に東京三菱銀行センチュリアンズと東京海上ドルフィンズの2チームが統合してライオンズ発足。2003年には三菱電機ソシオテックスが合流し、現在のオール三菱ライオンズとなった。 なお、同じ三菱グループの明治安田生命、保険相互会社にもアメフ飛ト部、明治安田ペンタションパイレーツがあるが、もともとは、旧安田生命保険相互会社時代の、安田生命、ワイズレッドライオンズとして発足し、明治安田合併後の、明治安田 LA クレードルズを経た後、同じ扶養グループの、五用建設パイレーツとの合併により、明治安田パイレーツとなり、 後に、現行のチーム名となったものである。そのため現在もライオンズには参加せず、独自のチームとして活動している。また、三菱商事もライオンズには参加せず、三菱商事クラブトレイアックスに、スポンサーとして加わっている。2001年に三菱グループの東京三菱銀行、センチュリアンズと東京海上ドルフィンズが合併して、ライオンズが創部。2003年に、 三菱電機ソシオテックスが加わり、オール三菱ライオンズとなる。2011年度シーズンは初のセカンドステージに進出。オービックシーガルズ、アサヒ飲料チャレンジャーズに連敗するも、初のプレーオフ出場を果たす。ありがとうございます。